ああ。はい、では、作られては消えていく浜のように儚いクラスターの運用話というお題でお話しさせていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。まだ自己紹介です。フリーと申します。ウェブではこんなアイコンと ID で活動しています。株式会社バスケールというところに所属しています。で、普段はノードとか Python とか R とか Ruby とか、LL 中心で開発しています。で、2時のお父さんをやっています。で、もうちょっと普段の、立ち位置というか紹介したと思うんですけども、普段は開発もしつつ運用もしつつみたいなところをふらふらとゆるふわな感じでやっております。で、内容なんですけども、主にテレビとスマートフォンを同期して管理みたいな仕事をしております。で、最初にちょっとだけ一部だけなんですけども事例の紹介をさせていただきます。とこちらは実際に担当した案件の一部だったりするんですけども、言われても投票受け付けて集計してそれをテレビに反映したりとか、あと本当にテレビとスマートフォンリアルタイム同期してゲームのようなものをやってランキング表示したりだとか、あとはなんかコインを使ってベットしてそのインセンティブもらってみたいなことをやったりとかっていうことを今まで担当してきました。で、こちらのバックエンドになっているのがミースというプラットフォームになっておりまして、でこちらの運用とか開発とかを行っています。これは、視聴者というかテレビとかスマートフォンとかあとサーバーとかっていうのを、一気通貫で、網羅するようなプラットフォームになっています。具体的にはなんか投票を受け付けてそれを集計してそれをテレビ側に出力してみたいなことをやったりとか、でイベントを同時に送信して同期取ったりとかっていう感じのところをやってます。で、右下のサーバーサイドの部分を自分が担当しております。で、この各モジュールの、一覧なんですけども、リアルタイム同期したりとか、アクションに対して受付集計したりとか、あとユーザー管理とか SNS 連携したりとか、お画像変換したりとか、でなんか視聴ログ集計して解析したりとか、あとちょっとこの後話すんですけども、ベンチマーククラスター作ったりとかっていうのをしております。で、今日話す内容なんですけども、テレビ案件っていうのは割と特徴的な運用するので、それの内容をお話しします。で、実際に性能評価とか監視とかどんな感じでやってるかっていうのをお話しして、でその後で、こういう改善を行いましたよっていうのを話し、でさらに今後やっていきたいことっていう流れでお話ししたいと思います。で、今日話さないことについては、フロントエンド結構工夫しちゃってるんですけども、その辺担当じゃないんでちょっとよく分かんないので省略します。で、あとはアプリケーションレイヤーの話というのは、案件ごとにアドリル要件があって、でそれに対して工夫して頑張ったみたいな、そういう話も今回はしません。はい。で、テレビ案件の特徴についてお話しします。まずは運用サイクルについて、全部はこうではないですけども、一般的というか多いのがこんな感じになっております。まず1週間前にティザーサイト公開して、でその時にアクセスもないんで、ウェブとかデビとか最初インサーツで構築しておいて、で放送日の前日とか当日にインスタンス中数十台数百台起動し、で放送時間に配信監視して、で割ったらバックアップして、その後に全部削除みたいなのが多かったりします。あれ図が出てこないあったんです。イメージ図があったんですけども、なんか一気にインスタンス立ち上げてみたいなことをしています。で、テレビ面倒の運用についてなんですけども、基本は放送時間です。で、案件によって異なったりするんですけども、ユーザーサイトがあったりなかったりとか、で1回きりだったり
毎日だったり毎週だったりとかっていうのはあります。であと想定ユーザー数も結構バラバラで、まあ、案件によって数千人、いやある案件は数万人で、まあ、数十万人、数百万人とかいろいろ想定ユーザー数もバラバラです。で、まあ、コストも割とシビアに見られたりします。であと結構特徴的なのが、まあ、本番稼働しているサーバー、特に放送時間中に対して変更を行うことはあんまりありませんと。で、まあ、理由としてはそもそも稼働している期間が短いっていうのもありますし、あとは自分が担当している部分は、汎用的なプラットフォームの部分なので、まあ、そもそもそんな変更がない。で案件ごとになんかカスタマイズしたりするアプリケーションもたまに、まあ、変更があったりするんですけど、そんなに多くはありませんというような特徴があると思います。ただこれはまあサーバーに限る話で、フロントエンドはもう結構数十分前に変更とかがあったりするので大変そうです。で、まあ、負債回収についてもうちょっと付属します。特に忙しい時期っていうのが、まあ、今までやってきて割と決まっていて、期末期初とか年末年始とか、まあ、そういうところが結構案件重なったりするところです。で、まあ、それ以外でもあるっちゃあるんですけども、そんな複数案件重なったりとかあんまりなくて、で忙しい時期が決まってると。で作ったものは、まあ、本番終了後に全部削除しちゃいます。で、ゼロから作り直すっていうのと、まあ、結構まとまって入ってる期間があったりするので、まあ、再開しやすい環境であると言えるのではないかということを思ってたりします。で、まあ、これはあくまで現時点の話で、まあ、今後なんかレギュラーが増えたりするとそんなことはないかもしれないですけども、今とはそんな感じです。はい、でここまでが特徴について。で、まあ、性能評価とか監視の話をちょっとしたいと思います。はい、性能評価でアクセスパターンについてなんですけども、曜日とか時間帯とか企画の内容とかから、まあ、ユーザーの規模っていうのは事前にある程度想定できたりします。で、まあ、そのアクセスパターンも、まあ、企画の内容が分かってるのである程度把握できるっていうところがあって、でどの部分に負荷が集中しやすいかっていうのが事前に特定できるのが、まあ、特徴かなという感じで、まあ、本番怖いっていう、ね、一発勝負なところがあるので怖いですねっていう話です。でその恐怖心を少しでもなくすために、パニシャーっていうツールを作りました。でこれはどういうものかというと、Node.js 製のベンチマーククラスターです。で、スクリプトを JavaScript で記述しています。で、まあ、機能としては、まあ、リアルタイムでなんかゴニョゴニョしたりとか、あと AWS の、まあ、全部のリージョン一気に立ち上げてデプロイしたりとか、あとスポットインスタンスを使ってコスト削減したりとかっていうのをしています。で、まあ、これ書いた理由なんですけれども、まあ、状況を完璧に再現したりっていうのがありました。で本番に起こり得るそのユーザーの規模と、あとクライアント1クライアントが行う、なんか動作っていうのを全く同じ挙動を模したかったと。で、まあ、Node.js を採用してるのはそのためっていうのが一番大きくて、まあ、ブラウザと同じことをしたいんで JavaScript で書きたいっていうのがあって、でそれで Node.js を採用しています。で、まあ、これ例えばなんですけども、まあ、シナリオの例です。でなんか30分間に30万人が以下の処理を行うということで、まあ、ログインして、そのうち8割ぐらいゲストで、それ以外は SNS をオフしてみたいな感じ でその後で API サーバーに情報取得しに行って、で日々でなんか API 叩いて、でその後でソケットサーバーに接続して、まあ、そのうち8割ぐらいが Web ソケットで2割ぐらいがボリュームになってっていうシナリオを書いてみます。その後で、30万に接続した状況でブロードキャストを一斉送信して、でブロードキャストを受けたクライアントがなんかランダムで5秒から15秒後に API サーバーに対してなんかやってゴニョゴニョみたいな
のがあったりします。で、まあ、これ実際にというかさっきのシナリオを真似て書いてみたやつなんですけども、まあ、普通に JavaScript で書いていて、でまあ同期的にやるときはアシンクモジュール使って書いたりとか、まあ、JavaScript なのでどう書いてもいいんですけど、こんな書き方をすることが多いです。はい。で、まあ、良い副作用としては、まあ、シナリオを書くこと、書いたり実行することによって、まあ、事前に危ない場所が判明するというのがまあ一番大きくて、まあ、これ書く前は、まあ、割とそのユーザー規模となんか平均値とピーク時、まあ、なんとなく計算してやってたんですけども、それでも結構なんか予想外のところで負荷があって不安定になったりとかっていうのがあったんですけど、まあ、これをパニシャーを使うようになってから、まあ、割とそういうのが事前に判明して、まあ、本番前にそういうのを潰すことができるっていうのが、まあ、一番大きいかなと思います。で、まあ、こんな感じで、まあ、事前に分かってそれを伝えておいて対応するみたいなことが分かる。というわけで、まあ、前よりかは安心して本番を迎えるようになりました。はい。で、続いて監視。で、まあ、監視について、放送当日以外に関しては、まあ、ナギオスとかアムニとか、普通に昔ながらのツールを使っております。で、まあ、タグから自動でコンフィファイルズ作成するアンチマイツールでやってたりするんですけども、もうちょっとおしゃれにやりたい。で、まあ、なんか噂によるとセンスという監視ツールがあるので、ちょっとそれを使いたいなと思ってるんですけども、また検討段階です。はい。で、まあ、監視と、放送日当日の監視なんですけども、まあ、負荷が来る日時があらかじめ分かっているので、まあ、基本的には貼り付き監視してます。で、全体的な監視は、クライドウォッチとか、あとプロテスモニターっていうツールがあって、それを使ってます。で、あとはソケットの状態を、まあ、管理する、管理画面を作ったりしてます。これは、まあ、独自で作ったやつです。で、あとは、ロールごとの個別監視なんですけども、これは普通に、まあ、貼り付いて監視しているので、SSH ログインしてとか、リンクスタートとか、ログファイル提出したりとか、あと、これ僕が作ったやつなんですけど、レジストップというファイル製のツールを使ってレジストを監視したりとかっていうことをしています。で、まあ、プロテスモニターの紹介ちょっとだけします。これは、サーバーにグループつけて、そのグループのことに集計してリアルタイムで見れたりとか、一覧で見れたりとかっていうことが簡単にできるツールです。でまあ、本当に、一覧でばばっと確認できたりとか、あと設定がお手軽で、まあ、サーバー立てて、クライアントがつなぎに行くと自動的に、まあ監視下に追加されるとか、あとはまあ過去の支障は、残らないんですけども、まあ、結構上げ下げが多いので、まあ、そういうのは結構嬉しいなと。であとは名前でフィルターできるようにパッチャーつけたりします。であとはスケットクラスター管理ツール、これは自慢のやつなんですけども、まあ、主にはソケットサーバーの状態を監視したいので書きました。で、まあ、クラスター管理下に入っているソケットサーバーのノードごとに何か認証してソケットサーバー情報を持ってきて認証、コネクション確立したらグリーンになるみたいなのをノードごとにやっておいて、であとは外からコネクション数を取れるようにしているので、それを表示して、で上の方で全体のコネクション数を表示するみたいなことができるようになっています。はい。でまあ、ここまでが性能評価とか監視の話です。で、運用改善の話、その1。で、まあ、その前にちょっとだけミスの話をします。これはまあ最初からなんかこれ作るみたいな目的があったわけじゃなくて、でまあ案件やっていくうちに、まあ、この部分はなんか共通化したりとか、ハメを貸しておくと開発楽になるよねみたいな感じで、まあ、エンジニアの方からジャス的にアイデアを出して実装
していって一つ一つ形にしていったら自然になんか一つのプラットフォームになっていたという感じになっています。で、まあ、最初の方は、まあ、その開発のコースをなくすために、まあ、機能重視で開発していったと。で、まあ、一つ一つのサービスはもう使いたいモジュールだけで独立していて結合になっていると。で、今弊社のサーバーチームは、3人で回していて、で、水のコアの開発運用というのは2人でやっています。で、これは主要なモジュールと、まあ、構成について表にしたやつなんですけども、まあ、なんか言語はノードで書かれたり Python で書かれてたりとか、あとで、まあ、デプロイとかスケールの仕組みについては、まあ、その各々独自でなんかいろいろ組み合わせてやってたりとかという状況でした。で、まあ、関わってる人がこんな感じで、これもしかして俺が SPOF になってんじゃねみたいなのに気づきました。で、まあ、問題としては、サービスごとに、まあ、よくある話だと思うんですけど、日に打たれがあって、まあ、開発環境とかデプロイする仕組みとかサーバー構築する仕組みとかスケール管理とかっていうのが、まあ、個別で行われていたと。で、まあ、1サービスごとに運用できる人は1人しかいませんでした。で、まあ、運用コストについて考えてみると、まあ、スクリプト化はもちろん知るんですけど手順バラバラだったりとか、まあ、他の人が手順を知らなかったりもしくは、知るのが大変だったりとか、あとは、それについて、それに関してコストがかかってお金もかかりますよねという感じでした。で、まあ、解決したいことは、まあ、アプリケーションの言語はしょうがないと思うんですけども、この運用の手順は共通化しようというところで動きました。で、開発のフローとか、まあ、デプロイの仕組み、クラスター構築の仕組み、スケールアップダウンインアウトみたいな管理を共通化したいなと。で、これらは同じインターフェースで全部統一すると他の人に引き継ぎもしやすくなるし、まあ、CI もしやすくなるし、で、ミスしづらい環境になったりとかコストダウンもつながりますねということで、解決策として、まあ、こんなものを使って解決しましたという話をします。で、開発フローとデプロイに関してはもう全部ベイグラントとベイグラント AWS と、あとデプロイに関してはシフのデプロイリソースを使うようにしました。で、プロビジョニングツールは、シフとワークシェルフと、あと、まあ、クラスター管理は、まあ、AWS のクラウドフォーメーション、スケールコントロールは、オートスケーリングを使うように全部統一化しました。で、まあ、クラスター管理の、まあ、AWS 他にもいろいろあるんですけど、オプスワークスとかあるんですけども、まあ、クラウドフォーメーションを、まあ、採用した理由としては、構築、複数のロールを構築したり更新したり一括削除したりというのがまずお手軽にできるというのと、あと、まあ、これただの JSON ファイルなのでポータビリティに優れてたりとか、あと、まあ、いざとなったら JSON ファイル見ればなんとかなるかなっていう、まあ、そういう気持ちでクラウドフォーメーションを採用しています。スケールコントロール、まあ、オートスケーリングってなってて自動でスケールするんですけども、まあ、そっちの自動スケールの方はあんまり期待しなくて、単純に、スケールの管理自体を共通化したいっていうところで、まあ、こちらを採用しています。で、ミスのプロビジョンタスクっていうのを書きました。で、こちらはどういうものかというとベイクで作ってます。で、基本的には、ベイクラントコマンド AWCLI プラスアルファのラッパーになっています。で、ベイクラントとベイクラント AWS と、まあ、ちょっと探索ベイクラント MI とので統一からします。で、プロビジョンにはベイクラント投資のシェフソロプロバイプロビジョンなんかっていうのを使います。で、まあ、クラスター管理はクラウドフォーメーションスケール管理オートスケーリングという感じです。で、ちょっとまたざっくりなんですけど補足します。開発フローについてと、開発フローはまずベイグラントファイルに VM のリストを設定します。
で、まあ、これちょっと後で話すんですけども、管理体の環境プラスロールみたいな感じでウェムを用意します。でシェフのレシピもウェムに合わせて作っておくと。で、あと、まあ、レクでラップしたフェイグラントコマンドで起動とかプロビジョニングとか削除とか、まあ、もろもろ行うと。で、複数サーバーへのデプロイっていうのは基本的には行わないで、AMI を作るだけの操作を行うようにしました。で、まあ、クラウドフォーメーションというか、オートスケーリングの特性なんですけども、元となる AMI を更新しないと、直接デプロイしても元に戻っちゃうという問題があったりするので、まあ、基本的には AMI を更新して、それをデプロイするという手順にしています。あと、まあ、クラスタム管理について、クラウドフォーメーションのテンプレートについては、これ結構全部管理しようとすると大変なので、ロールごとに用意しておいて、で、それを、まあ、ツールの方でマージして、ビルドするみたいな感じにしています。で、クラスターへの反映はクラウドフォーメーションで、MI を更新することで行うと。という名前になっております。まあ、VM の管理例なんですけど、まずローカル用の VM と、あとまあ AWS に公開するときに、まあ、デブ環境だったりとか、結合テスト用のステージング環境だったりとか、あとまあ本番は多分ロールごとに物理的に分けるので、まあ、プロダクションのウェブアプリケーション用、プロダクションのデータストア用みたいな感じで分けてます。でまあ、シェフのレシピとか、まあ、AMI の管理もこの単位でやってます。でイメージの保存について、でツールは、ベグラント AMI という、ベグラントプラグインを使っております。で元々あのパッカーを検討してたんですけども、なんか細かい整理がちょっとしづらかったっていうのと、やっぱ設定がパッカー用に用意しないと、多分別に用意しないといけないので採用にしました。で、ベイグラント AMI 使うと、ベイグラント AWS の設定をそのまま共有できて、まあ、コマンド打つだけで AMI を作れるので、まあ、これを使っていると。で、まあ、パッカーっぽいことをやるために、フェイクパッカーっていうタスクを作って、まあ、しのいでますという感じです。で、スケール管理。で、クラウドフォーメーションを構築するときにパラメータを指定することができるんですけども、それを指定してスケールアップなりスケールダウンなりスケールアウトなりを行うというふうにしました。で一応まあコマンドラインでもできるようにタスクの中にも組み込んでおります。で、まあ、これはあのクラウドフォーメーションのパラメータ設定するところなんですけども、ちょっと分かりづらいんですけど、下の方にマックスカウントミニマムカウントっていうのをを入力できるようにしておいて、まあ、これを数値を変えてポチポチしていくだけで、まあ、スケール管理ができるようにしています、はい。であとはインフラの共有化について、で、これシェフの話なんですけども、全サービスである程度共通化したベースのクックブックを用意しておきます、まあ、こんな感じの、まあ、いろいろ共通化した方がいいなというところをまあ、クックブックで作っておいて、でベースの AMI を作るときにこれらを適用して、まあ、元となる AMI を作っておくというふうにしています、はい。であとこれスーパーバイザーというデモン管理ツールがあるんですけども、まあ、一度に複数デモンを操作したりとか、あとまあ自動リスタートとか他にもいろいろ便利機能があるんですけども、まあ、そういうツールです。でこれのグループ機能を利用してウェブアップグループをリスタートすると Nginx のアプリケーションも再起動できるようにしていたりとか、アレディス複数インスタンスあったら一気に再起動してあげるとかっていうのを、まあ、一応ルール付けをして共通化しています。はい、補足終わりで、ここまでのなんか概要みたいなところを図にしてみたんですけども、まあ、上の真ん中の方でローカル PC となって、ローカルはまあ普通になんか開発してで送付をリポジトリに上げて、でそれができたら、まあ、左側の方にデブとステージングっていう環境があって、それのサーバー自体には複数ロールが1個にしてあって、
で右側の本番のプロダクション環境ではウェブアプリケーションとデータベースみたいなところはイメージは分けといて、でその分けたイメージの AMI をクラウドフォーメーションに適用してクラスターを作るというようなイメージになっております。はい、実際に作ったレイクタスクについてちょっとコマンドを羅列していきます。で、まあ、ローカルの VM のタスクなんですけども、まあ、これは基本的にはベイグラントのラッパーになっているのでほとんど一緒です。で、まあ、アップしてプロビジョンして、でスペックっていうのは独自で拡張してるんですけども、サーバースペック実行して、でデストロイして削除したりとか SSH でログインできたりとかっていうのがあります。でプロビジョンに関しては、デプロイっていうフラグをオンオフできるようにしておいて、まあ、これ何やってるかっていうと、これをオンにするとデプロイのプロビジョンだけ行うことができます。これは単純に時間を短縮するためのオプションです。で AWS のタスクなんですけども、これも基本的にはローカルと一緒です。でいくつか増えているんですけども、まず一番上のクレートベース MI っていうのは、先ほども申し上げました通り、共通化されたベースのレシピを実行して、それを固めておいて、それをベースのイメージとします。でそのベースのイメージを使って、まあ、各々のロールごとのプロビジョンを行っていくという、まあ、これも単純に時間を短縮するための秘策です。はい、であとは、create AMI というタスクが増えているんですけど、これは単純に今立ち上がっている EC2 のインスタンスを AMI として保存するというコマンドです。であと一番下の方に、リンクインスタンスとアンリンクインスタンスというコマンドがあるんですけど、これはどういうことかというと、普通にアップしてプロビジョンしてとかってやっていくと、新しいインスタンスが立ち上がってそれに対してプロビジョンを行うんですけども、そうではなくて、元々今起動されているなんかインスタンスに対してプロビジョンを行いたいとなった時に、このリンクインスタンスでインスタンス ID を指定すると、そのインスタンス ID に対してプロビジョンを行うことができます。で、まあ、終わったらアンリンクして、リンク切るみたいなことができます。で、あとは、フェイクバッカーというタスクも作っておいて、でこれは単純にアップしてプロビジョンしてスペック実行してクレート AMI して、その後デストロイするっていうタスクを並べているだけ でこれでバッカー声を起用すると。であとはクラスター管理するためのクラウドフォーメーションのタスクで、これ一番上のジェネレートシーフ JSON っていうのは、まあ、先ほどの AWS のクレートイメージした AMI の ID を元に、クラウドフォーメーションの JSON をビルドするというタスクです。でそのジェネレートされた JSON を使って、まあ、クレートなりアップデートなりデリートなりっていうのを、行えるというふうになっております。で、まあ、タスクもいろいろ工夫していて、まあ、任意のクックブックを指定できるようにしておいたりとか、あと AMI を直接指定して差分で実行できたりとか、まあ、あとは、まあ、レイクの機能なんですけども、複数タスク実行してできるようにとかっていうのもしています。でレイク VMS というのも独自で作っていて、これは、今ある状況を一覧で処理する、で VM に対してどのインスタンスがリンクされているかとか、あとクラウドフォーメーションに適用されるイメージの ID が一覧で見れたりしますっていうのを、まあ、ちょっと表にしてみました。でまずは上の方で、アップもしくはリンクしてターゲットとなる AMI を決めます。でその AMI に対してなんかそう、ソースアップロードしてプロビジョンしたりとかっていうのをして、でイメージが出来上がったら、AMI を作成して
ゲーマーのイメージを作りつつ、でクラウドフォーメーションの JSON もビルドして、でそのビルドされた JSON を使ってクラスターを作るといったもの、こういった開発フローになっています。というわけで、ここまでやって、結構もう全体的に共通化して運用手順の共通化に成功しました。でこれでだいぶ改善されました。でここまでが運用改善の話で、運用改善の話その2で、また問題が出てきたんですけども、これ使われることが増えてきて、同時に並行して稼働する案件がっていうのが増えてきました。で、アプリケーションレアでは ID 分けたりして複数対応してるんですけども、インフラこれちょっと考えないとダメだなということに気づきました。でまず一つ目は、案件によって規模が全然違うということですね。ここは例では ABC ってあげていて、で、規模が全然違うんですけども、案件のスケジュール自体が重なっている。でそうすると一番大きい規模に合わせてクラスター構築しないといけないという問題が出てきました。なのでちょっとコスト的にちょっと問題があると思う。で、あとは、単発の番組の他に、レギュラー番組の案件とかも入ってきて、レギュラー番組が、ずっと続いているところで、単発の番組用になんかちょっとここを拡張したいねってなった時に、ちょっとレギュラー番組用の環境に影響させたくないなと。もちろんテストとかはしてるんですけども、それでも何が起こるか分かんないし、いろんな人が絡んでるのでいろいろ面倒くさいっていうのもあって、ちょっとそこは分離したいなっていうところが出てきました。で、解決案として、ちょっとこれがベストかどうかはちょっと分かんないですけど、 AWS アカウント自体を案件ごとに分けて、で、そっちの方で別のクラスターを構築できるようにしたらいいんじゃないかと。で、それ一つのクラスターにしない理由は、規模によってちょっと構築、別に構築したいっていうのが一つと、あとは本番稼働している環境に影響を与えたくないっていうのがまず一つです。で、1アカウント内で複数クラスター作ってもいいのかなと思ったんですけども、ちょっとオペレーション混ざるのは怖いなと思って、別アカウントで構築するようにしました。で、イメージ図としてはこんな感じで、もともとあったクラスターのコピーとか、使うモジュールだけを別のアカウントで構築できるようにすると。で、手順共通化したし、いけるかなと思ったら、そう単純ではなかったと。で、一応ここに並べてるんですけども、一番大きいのはアプリケーションを回収しないといけないっていうのがありました。で、MySQL とか Redis のサーバーとか、あと Redis はシングルセットなんで、サーバーで複数インスタンスを立ち上げたりするんですけども、それも案件の規模によって返せたりしてたんですね。で、その辺も回収したりとか、あと案件とかインスタンスのタイプに合わせてワーカー数の設定をしないといけない。で、インスタンスタイプはまだいけると思うんですけど、案件によってなんかこの案件ではこのワーカーに集中するからこっちを多くしたいとかっていうのが結構設定するのが面倒だったりすると。で、これらをなんか変更して、で、シフ実行し直してとかっていうのは、面倒くさいという現実でした。で、一応さらなる解決案というところで、案件ごとにコンフィグ遅延管理したらいいかなと思って、で、ムニシェントっていうサービスを作りました。で、これは何をしているかというと、サービス全体の、コンフィグを持っているサービスです。で、管理軸としては、案件ごとの、環境、デブだったりステージングだったりプロダクションだったりで切り分けていると。で、一応アプリケーションのコンフィグも利用しているんですが、こちらはおまけで、どっちかというとインフラのコンフィグを柔軟にしたかったというところで、AWS の情報ですとか、データストアのエンドポイントとか、あとワーカー
の数とか、あと今まで言及しなかったんですけど、自社製のビジネスクラスターっていうライブラリーがあって、まあ、それを JSON でコンフィグを書くことができるんですけども、それのコンフィグ設定とかっていうのを持たせるようにしました。で、概要としては、まずクラスター立ち上げたときに、動的に立ち上がった、サーバーの情報をオムニシェントの方に登録して、で、アプリケーションの方はその情報を定期的にプルして反映してリスタートみたいなことをしてます。はい、で、まあ、クラスター立ち上がるときじゃなくても、定期的に、変更があるかないかっていうのを、プルしておいて、で、それを反映して、ウェブアプリケーションを反映するということをやってます。で、まあ、これ作ったら、まあ、割と、コスト改善して、ハッピーみたいな感じになりました。で、サーフというオーケストレーションツールがあって、で、まあ、これ、クラスターに、なんか、伝播したりとか、っていうのができて、でも、これ使ったら結構、面白いな感じでいけるかなと思ったんですけども、なんか、複数案件ごとの環境ごととかって、管理しようとすると逆に複雑になったんで、ちょっと、今回は見合わせました。なんか良い方法があれば、もっと教えてくださいっていう感じです。はい。で、ここまでが運用改善の話。で、今後さらに改善していきたいこと。まあ、一覧にしたんですけども、まずはドッカー化したいなと。多分うちの案件って割とハマってるところだと思うんですけども、まあ、まずは開発環境とか、サービス自体をドッカーコンテナにして配布したりとかっていうのをやりたいなと思って今ちょっと調査したりしています。で、最終的には、まあ、プロダクションに上げれたらいいなとか思ってるんですけども、まあ、ちょっとそこまでのリソースがあんまないのでちょっとどうかなと思うんですけども、まあ、やりたいです。あとはミスの、今割と個別で管理画面をしたりとかしていて管理がめんどくさくなってきたのでサービス統合管理っていうのと、あとそのミスのサービスのゲートウェイになるようなオムニシェントをもう全部のゲートウェイにして管理すると結構楽かなと。で、今タスクをレイクで管理してるんですけども、これ配布した時に気づいたんですけども、レイクのタスクの環境を揃えるので結構ハマったりとかすることがあったんで、これ全部 Go で書いてバイナリ配布したら結構楽かなと思ってたりしてます。はい、ところでまとめです。で、まあ、テレビの案件では、24時間365日稼働しているサービスとは、まあ、頑張るところとまた手を抜いてやれるところが違いますよという話をしました。で、まあ、今回、まあ、自分がやった改善というのは、まあ、もしかしたらその常時稼働しているサービスにはハマらないところはあると思うんですけども、我々の要件にはあったので、だいぶ改善してよかったねっていう感じです。で、まだまだ今後も改善したいことがあったりします。で、まあ、本番怖いですねっていうところです。で、マーケ情報としては、まあ、今回ちょっと紹介したタスクとか、サンプルファイル、あとは、まあ、ブログに載せたりするので、ご参照ください。内容はちょっと古いんですけど、一応参考にはなると思います。ということで、ご清聴ありがとうございました。では質問を一つだけ、どなたか。ございましたら、よろしくお願いします。はい。JSON ファイルだったら何とか自分で埋めるよねとかって言ったと思うんですけど、はい、結局一連の垂れ替わりとしたら変わらないというか、あ、そうですね。なのでそこはもう直接
クラウドフォーメーションの JSON は触らせないで、ある程度ロールごとに分けて分かりやすいようにして、それを自動でフィードするっていうのをタスクでやってるっていう感じですね。以上で終わります。ありがとうございました。